お出かけスポットからグルメ、ショッピングなど、不動産王である高尾様の目利きが光る一流の情報をお届け。高尾様のブランチ、どっかで聞いたことあるな。王様のブランチちょうど裏番組じゃないの？今週の SMH つぶやかれたものランキング。 SMH は放送局の名前ね。 TBS 的な、それこそね。イケメンリポーター早乙女さんからお届け。第2位、都築誠、五条でピクニック。中学の林間学校で訪れた城を中心に繰り広げられるちょっぴり切ない人間模様。感動小説の神様の異名は衰えず、新作青春小説がランクイン。めっちゃ面白そう。そして第1位は、僕と私の幸せな縁結び。先週金曜日に公開された都築京介主演の映画が栄えある1位です。都築兄弟のワンツーフィニッシュ。へえ。なんといっても桜の木の下で背を預け戦いながら愛を誓うシーンはファン必見だとか。ファンじゃなくっても楽しめそう。では以上、今週のランキングでした。続いてのコーナーはセレブおすすめ物件サーチです。本家にもあるようなやつ。さあ、今回紹介するのはこちら。設計者のこだわりが随所に見られるデザイナーズ物件だ。王様登場。へー、外観もおしゃれで入る前からワクワクしますね。よし、では気になる中へ入っていこう。異色メンツが揃ったね。家賃でも予想するんだろうか。わあ、お邪魔します。わあ、リビングとキッチンが広い。おや、あれ、こっちのスペースはもしかしてパントリーかな。ああ、その通りだ。世界を飛び回る渡部さんは見慣れているようだな。うん、これだけ収納部が広かったらいろいろとストックが置けそう。友達とのパーティーグッズとか、恋人と過ごすためのとっておきの食材とかね。あ、リビングの上にも部屋がありません？そうだ。気づいたか、そこはロフトになっていて、はしごを使って上がるんだ。あれ？へえ。あれ？ドアがついてるロフトって初めて見ました。さすがセレブ物件。ここ、ウォークインクローゼットなんですね。収納もバッチリ。さりげなく可動式のハンガーパイプがついてる。豪華。問題ない。ウォークインクローゼットにしても個室のように使っても問題ないだろう。そうだな。隠れ家みたいでいいですね。収納としても広く使えるし、使い道がたくさんあって悩むな。これ以上見ていたら本当に住みたくなってきちゃうね。いや、なんか憧れの物件を紹介するみたいな感じのコーナーだもんね、これきっと。しかし、この物件の魅力はこれだけじゃない。少し周辺に出てみるか。不動産屋さん目線って感じがするね。へえ。こんな近くに商店街があるなんて知らなかったな。住むのに便利。うん、商店と住宅がうまく溶け込んでて、なんだかホッとする雰囲気がありますね。うん、先ほどの物件に住む最大の魅力は、見事に地域と共存するこの商店街が示している。人々の生活に寄り添う街の設計、潤沢な住人によって土地は魅力的な物件を増やしていくだろう。これからも進化する余地があるっていうことね。将来的にもさらに栄えるに違いない。ここはいい場所だ。そういった意味では投資価値もあるっていうことか。確かに商店街を見て一層この土地に興味が湧いちゃった。賃貸じゃなくって買い取りもありかなって思うような感じかな。うんうん、俺もこの辺りに住んじゃおうかな。それなら、ならばもっとこの辺りを散策して街の魅力をリポートしよう。まずはあの店なんてどうだろう。楽しそうな番組。商店街の揚げたて絶品コロッケが今だけ番組を見たの一言で2割引きに。そしてお家賃の予想はっていう感じかな。といった感じで、いきなりストーリー実況から始めてしまったんだけど、今回はスタンドマイヒーローズのエイプリルフール企画、スタマイ TV にアフレコしながら、僕ならもっといいやつを仕立ててあげるのに、ツッコミしていく実況をやっていきます。で、初見の方とかスタマイを知らない方のためにも改めて説明していくけど、スタマイはマトリがテーマの作品で、こうしてパズルゲームをクリアしながらストーリーを解放していくアプリです。同じ色のピースを3つ揃えると消えるというシンプルなルールで、今度アプリがリニューアルされてさらに初心者でも楽しみやすくなるっぽいね。
豪華声優陣、それだけでも楽しめるのではないかと思います。各キャラのスキルも駆使しながら、ちなみにこのキャラはガチャで引くことができます。推しメンのお気に入りのカードをぜひ引き当ててください。引き受けた以上、最後までやりきるのは当然でしょ。こんな感じでスキル使っていきます。という情報もね、挟んでいかないと創作性のない動画になってしまうので、ストーリー垂れ流し系の違法チャンネルに負けないように有益な動画をお届けしていきます。向こうは通報、こっちは高評価でお願いいたしますとか毒づいていたら、パズルクリアとなりました。今回のミッションはお花を3つ撃破する、そんな内容だったよね。3回ずつ当てる、そんな内容でした。君を僕専用のモデルにしてもいい？で、無事にクリアできますと、持っているパーティーのレベルが上がる、スキルが強化される、そんなゲームアプリなんだよね。それでは次の番組に向かおう。続いてはこちら、公募で集まったお宝の鑑定結果はいかに、審査員はセレブなあの人、仰天セレブな鑑定団何でも鑑定団のディレクターさん、俺知り合いなんだよね。まぶちさん見てるかな出張セレブ鑑定団 in 九条家。さて、今回は私の蔵を会場に出張鑑定をお届けしよう。どうも。司会は俺、夏目春が担当します。まず最初の持ち込み者はボディーガードの霧島さん持ってきたぜ、とっておきのお宝。ん？何これ、何の変哲もないメモ書きみたいですけど、説明してもらえますか？鑑定士なのかな、神楽さんが。おお。聞いて驚くなよ、俺作の九条さんのメモだ。何？九条さんが一番驚いてるんだけど、テレビで雑学クイズやってた時に九条さんが感心していた内容を俺がメモしたもんだ。霧島さん的には重要な品かもしんないけど九条さんが感心するなんてそうそうねえからな。どうだ、すげえお宝だろ。まあ、霧島さんのファンか九条さんのファンだったら喜ぶかも。そう、人によると思いますけど鑑定結果は最後にまとめて提示します。次の持ち込み者は薬学研究者の郷太郎さん。俺は世界の常識がひっくり返るものを持ってきた、すでに嫌な予感、これだ。うわ、割り箸。うわ、しかも使った形跡があるんだけど、中古品。ただの割り箸ではない、かのクソガキが使用したものだ。そう、ヒロインの名前クソガキユイと名付けてプレイをしておりますこの割り箸が持つデータは計り知れない価値がある、薬学界の新たな1ページになるだろう。このヒロイン特殊体質持ってるからね、そういった意味で。はあ、そうかもしれませんが、本人の許可は取りました。ふん。目をそらした。はい、気を取り直して最後の持ち込み者は行動心理学教授の瀬尾さん。はは、こういう場はなんだか緊張するね。うん、俺が持ってきた宝物はこれだよ。もうメンツ的にみんなまともなもの持ってこなそうだけどね。写真とスクラップブックでしょうか。ああ、教え子のみんなと写った写真や大会で入賞した時の雑誌の切り抜きをまとめたもので、いつの間にかこんな量になっていて俺もびっくりしているよ。個人的に大切なもの。まあ確かに宝物といえば宝物ですけど、この番組の趣旨分かってんのかな、みんな。ふむ、みんななかなかの一品を持ち込んできてくれたようだ。仕方ないな。はあ、鑑定すればいいんでしょ、鑑定者泣かせ。ほう、これは確かに興味深いな。九条さんが霧島さんの目も読んでまた感心してる。どうなることやらだけど。それじゃあ、それでは一気にそれぞれのお値段を見てみましょう。勝座プライス1、10、100、1000万。もう自由にやってるね。これもう本家のディレクターさんも許してくれるでしょう。緊張の瞬間。お？値段がついてねえぞ。まあ、つけらんないだろうね。どういうことだ。おや？これは予想外だね。
行動心理学の権威でも予想外？いやそんなことないでしょ、値段つかないだろうなって俺でも思ってたよ。驚きの鑑定結果が出ました。何この茶番。あの九条さん、解説の方をお願いします。ああ、見せてもらったものはどれも持ち主の思いがこもった大切な宝物ばかり。メモには自分の知らない知識、割り箸にはまだ見ぬ可能性、スクラップブックには思い出がある。ここが見出した素晴らしい価値に他人が値段をつけるのはナンセンスだ。ぜひ自宅で大事にしてやってくれ。いいように言ってるけど結局値段はつかないってことね。おお、工場さん絶対大事にします。まあ元から売るという選択肢はないがな。でもこれに関しては後々本当に価値つく可能性あるけどね。どうやらいい評価をもらえたようだね。番組の趣旨はご理解いただいていない感じだったけどね。ま、値段がつけられない宝物ばっかりだったし妥当なんじゃない？いい感じにまとまってるけど。うん、プライスレスってやつでしょ。まあそれはそれとして、この蔵にある宝物の方が気になって仕方ないんだけど。ん？いいもの揃ってそうだね。九条家の蔵の中にあった宝物の鑑定はスタジオにて。さてここからはパズルは割愛してストーリーを中心に見ていこう。人間と動物が一緒に住める世界、動物王国を作るため学んでいく新動物バラエティ見ていきましょう。宝生動物王国。あ、こんばんは。 MC に覇気がない。宝生動物王国にようこそ。その人間と動物が一緒に住める世界、動物王国を作るため一緒に学んでいく番組です。不安が残るな、つかみ。本日のゲストは服部さんと大谷さん、進藤さんです。よろしくお願いします。ゲストも困るでしょう。まあ頼れるメンツだけどね。どうもよろしくお願いします。ゲスト紹介したら視聴者の皆さんから募集した動画紹介で、まずは街角動物スポットのコーナーです。スタッフさんお願いします。 V 振りはなんとか決まりました。この時間帯に中庭へ行くとたまにすっごくいいものが見られるんです。あ、いました。お、猫ちゃん。そしてシオンくん。わあ、日だまりでお昼寝する猫だまりができてます。もっと暖かい日は彼の体が見えなくなるくらいたくさん集まってくるんですよ。うん、子猫ちゃんのように可愛いシオンくんもいて。あ、起こしちゃいますね。し、癒し番組。うん、こんな様子ね。ほーん、お昼寝日和だね。これどうコメントしたらって思ったけどうまくかわすね。うん、見ててほっこりするよ。猫たちも安心しきってるみたいだし。ほう、喉を鳴らしている猫もいたな。警戒していたのかな。はい、猫は大人になっても母猫に甘える傾向があるので、もしかしたら母猫のように感じているのかもしれないですね。あ、ここで知識が披露されて。へえ、たくさんの動物に囲まれて羨ましいな。あ、カンペが、真面目だね、カンペに忠実。ではそこでスタジオにもとある動物を呼んでいます。ん？とある動物？密かに可愛いものを好きだからね、進藤先生。何が来てくれるかな。お、ワンちゃん。今日のサプライズゲストの子犬たちです。これでちゃんと犬派の人にとっても回収される感じで。へえ、みんな可愛いね。挨拶してくれてありがとう。メス犬かな。キュンキュンと。初対面でこんなにアピールされるなんて、大谷さん大人気ですね。モテ男だからね。他の皆さんも。はい、お座り。
ほれ。大手、おかわり、不正。シュッシュッシュッ。お、みんないい子。すごい。子犬相手に完璧だ。朝霧さんも呼びたかったね。ま、番組めちゃくちゃになっちゃうかもしんないけどね。出来合いしすぎて。あれ？進藤さんが見当たらないような。おい。ここにいる。あ。すみません。子犬に囲まれていて気づきませんでした。ふす。まったく。人を枕代わりにするとは随分と甘えん坊だな。これでは下手に動けん。あの、お手伝いしましょうか？問題ない。もう少しだけこのままで。いや、自力で何とかする。まんざらでもない感じ。はい。わかりました。キュワン。君たちも嬉しそうでよかった。ありがとう。来てくれてありがとう。おかげで緊張がほぐれたよ。出だしはどうなることやらっていう感じだったけどね。まあでも自信のある分野だったら声を張って喋るっていうのもやりやすくなるよね。みんなの力でいい番組になっていく。楽しそうな鳴き声に囲まれながら、今日も宝生動物王国は笑顔で進行していくのでした。有名司会者鈴木京介が様々なゲストと共にトークテーマを決めてとにかく喋り倒します。これもどっかで聞いたことあるやつ。オードル続き御殿。さて、まずはこのテーマです。どうぞ。ま、俺もそれっぽく言っちゃってるとこあるけどね。東京都大輔さんの周りと食生活が違いすぎると思った瞬間。大輔さんって関さんね。あの、宮瀬さんたちは昨夜何を食べましたか？知り合いと夕飯の献立を話しているとき。そうですね、舞茸の炊き込みご飯と舞茸の肉詰め、舞茸サラダ。うん。それと舞茸の炊き合わせに舞茸のバター炒めだっけ。舞茸のバター炒め超好きっていう話じゃなくって、舞茸尽くし。舞茸ばかりですね。一袋と一箱を間違えて注文してしまいまして、消費するのに苦労しているんです。ネットスーパーとかやめてもう現地行った方がいいんじゃないの。いつ訪ねても知り合いの献立がめちゃくちゃだね。お昼はブロッコリーのパスタにブロッコリーのサラダ、ブロッコリーの和風マリネ、それにあとブロッコリーのスープとハッシュドブロッコリー、ブロッコリーのきんぴらもだね。まあ、筋肉増強勢にとっては嬉しいかもしれないけどね。え、そうそう、アレンジ料理を考えるのに苦労しましたね。桐島さんと進藤先生は喜んだでしょう。まあ、この前はトマトが2箱来て食卓が真っ赤だった。健康心配だけどね、栄養の偏り。同じ食材を使ったメニューばかりが大量に並ぶとき。そんなことあるって感じだけど。これはお知り合いの方が特殊なケースな気がしますけどね。こういうので採用されるのって人々の共感を生むような内容だと思うんだけど。一つの食材でスープから主菜まで取っていて、ある意味すごいな。どう？兄貴はどう？自分の食の感覚が周りと違うと感じた瞬間ってあるかな？たくさんありそうだけど。ああ。カスタム注文が可能なカフェで、ストップというまでシロップを追加できるサービスがあるんだが、気の済むまで止めずにいたら店員に戸惑われたことはある。はあ、お客様、あふれます、と。糖尿病が心配。店員さんが表面張力ゲームを披露するサービスみたいになってるのが目に浮かぶよ。迷惑 YouTuber みたいになってるよ。しゅんさんはどうですか？僕も同じ経験があるんでわかります。対策として前ガムシロップを一袋持ち歩いていた時期がありました。え？一袋？もはやコーヒーを飲んでるのかガムシロップを飲んでるのか、健康心配だよみんな。いつきさん、お願いします。そうだな、同じ食材を使うメニューが大量に食卓に上がる話だが、同じ食材であっても一品一品は違う料理だから特に問題はないんじゃないか。ほら、メニューを聞く限りバランスは取れてそうだしな。レシピにやっぱり目が行く。言われてみればそうですね。バランスといえば朝霧さんも似たこだわりがありませんでした？そうですね、俺もピザばっかり食べているなどと食生活を指摘される時があります。ジャンクフード大好きだからね。
ですが、例えば照り焼きピザの後はシーフードにしたり、野菜多めのオプションをつけたりとバランスを気をつけていますし、とはいえそもそも種類が違うのだから一括りにされては侵害ですね。大体な、俺の言ってるバランスと朝霧の言ってるバランスが同じ意味合いとは思えないんだが。まあ朝霧さんの方が健康的には心配かな。ちゃんと本質を見て喋れ。結構言うね。は？そんなわけないでしょう。そっちこそ何を聞いていたんですか？番組内で揉めないで。そういえば、食の価値観が似ている人は仲良しって言いますよね。いや、仲良しじゃない。まあ湧いたなら何よりかな。それでは次のテーマお願いします。温かくまとまって、続き5点では今日も笑いに満ちたトークが踊っているのでした。そしてまた自分語りになっちゃうけど、この再現ビデオとかに出てる俳優さんも俺知り合いいるんだよね。なんか知り合いの番組やってる感じがして変な感じがする。そういえば踊るヒット賞は誰だったんだろうか。そんなのも気になるけど、次はこちら。神出鬼没のストーリーテラー服部陽があなたを奇妙な世界へと誘います。タモさん的な立ち位置で出てくるんだろうか。ようにも奇妙な物語、タイトルからして最高。うん？おや、この番組の存在に気づくとはなかなか。普段は放送していないのに。春の特別番組かな。ほーん、褒めだと思ってるとはおめでたいこと。この立ち位置似合うね。些細な変化に気づくのは奇妙な世界のドアを開けたからかもしれないのに。さあどんなお話。うわ、こぼしちゃった。ヒロイン登場。おかしいな、コップは持ち手に気をつけておいたはずなんだけど。待って、そんなことより急いで拭かなきゃ。あれ、デスクに置いていたタオルって三つ折りにしていたっけ。怪奇現象。いやいや、疲れてるから神経質になってるだけだよね。ああ、スマホも濡れちゃってる。大丈夫、壊れてない？え？今スマホの画面に誰か映った？企画課には私しかいないはずなのに。ひぃ、お助け。あって、ゆいさん。ああ、驚かせてすまない。ついさっき貴重な資料を回収しようとしてクソガキのデスクにぶつかったんだ。この資料の字が意味深な感じあるけどね。また割り箸盗もうとしてない？まあ一応元通りに直したつもりだったんだが違っていたようだな。でもこの位置が変わっていた問題はゆいさんのせいだったってことね。そうだったんですね。怖い話かと焦っちゃいました。一番怖いのは割り箸盗んでるところだけどね。全然問題ないので気にしないでください。もっと気にした方がいいことが他にあるね。いや、問題はあるだろう。飲み物がこぼれているじゃないか。お詫びというわけではないが、このタオルを使ってくれ。さあ。そして付着した皮脂細胞ごと返してもらえると助かる。洗濯して返すのがマナーだね。間に合ってますので。あ、コミカルな話題だった。あら、本当に怖いのは仲間の執念かもしれないね。おや、こちらでも。お、次なる話題は？はあ、お、警視庁捜査一課。もうこんな時間か。さすがに腹減ってきたな。そうだ。ですよね。あ、そうだ。なくならないラーメン食べませんか？何それ。はあ、なんだそれ。ほら、実はここにあるカップラーメン、いくつ食べてもなくならないんです。どれだけ食べても次の日には何事もなかったように元の場所に戻ってて。不思議ですよね。ま、こんな美味しい会員なら大歓迎ですけど。おい、後ろ。ま、でしょうねっていう展開だけど。え、後ろがどうかしたんですか？幽霊的な何かではなく。なるほど、減っていくラーメンの正体は夏木だったんですね。カップラーメンといえば朝霧さんだよね。そして夏木くんにとってはなくならないラーメンだけど、朝霧さんにとっては当然減っていくラーメンになるよね。ったく、しっかり怒られてこい。これは怖いエピソードでした。
あれま、食べ物の恨みは恐ろしい。さて、次は元に戻るかどうか。何？まだ元に戻っていない人が一人いる。そのうち彼らが見つけるでしょうよ。ほれ。これは陽さん自身のことかな？はぁ、屋上にいたそうですが、姿はありませんでした。デスクにも一度来たようですが。あの、他の目撃情報もゼロです。となると。こうなったら、いそうな場所を一つずつ探すしかありません。ま、そういえば、まだあそこ探してなかったですよね。心当たりが？仮眠室、いました。ああ。やっぱり。陽さん。探しましたよ。陽さん、やれやれ、見つかっちゃったか。うん、無事に見つかった。残念、気持ちよく昼寝していたのにね。そうそう、それにしても仮眠室にいるならここで司会しているのは一体誰だと思う？え、これ後から収録してるんじゃないの？VTR 見させられてたんじゃないんだ。あなたも奇妙な世界のドアを開けてしまったようです。そして最後はこちら、現代社会にルーペを当てよ。日常に潜む様々な謎や疑問をレベルが徹底的に追求する探偵レベルスクープ。これは元ネタ探偵ナイトスクープかな。見ていきましょう。探偵レベルスクープ。どうも。こんばんは。探偵レベルスクープの時間になりました。複雑な現代社会にルーペを当て、日常に潜む様々な謎や疑問を僕たちレベルが徹底的に追求します。ケイちゃん。僕が所長の神楽明です。ケイちゃん、最初の依頼は？うん、探偵好きの友人に日頃の感謝を伝えるためミステリーを仕掛けたいんだ。あったかそうな感じだね。それで街中に謎とかクイズを散りばめて、ちょっとした日常からミステリーに入れるようにしたいんだよね。あ、結構大掛かりになりそうだな。なら最初は友達の生活に近いところからスタートするのはどうだ？いいかも。通学路に小さな謎を少しずつ配置して学校でクライマックスって流れとか。そういえば、あ、そうだ、通学途中に電光掲示板があるんだけど仕掛けに使える？ああ、それならうちの宣伝部が協力できるかもしれない。おもちゃメーカーの人だからね、マキ君。枠を取れないか掛け合ってみる。結構お金もかかりそう。うまくいくかな？キーワードを合わせた答えは、ありがとう。うまくいったっぽい。うん、正解。さすがシオン、謎解くの早かったね。まあ、はじめの掲示板とかよく見ないと気づかない絶妙な感じだったし、ちょうどよかった。天才高校生同士のやりとり。それに最後の謎まで本当にミステリー小説みたいだった。ありがとう。こちらこそありがとう。かな。返事はシンプル。これがまたいいね。どういたしまして。あのね。次は俺も仕掛ける側になりたい。いいんじゃない？そうだね、また依頼しよっか。次の依頼決まりました。微笑ましい。最後の謎のヒントが二人の出会った場所にあるっていうのすごかったね。そうだな、依頼人のアイデアが良くてな。1ヶ月準備した甲斐があった。うわ、結構かかったね。二人の能力と友情の賜物だな。ん？神楽が下を向いてるようだが大丈夫か？別に。涙ぐんでなんかないから。あ、こういうのグッとくるんだね。うん、まだ何も言ってないけど、まあ神楽さんも友情を大事にするタイプだからね。まあみんなそうだけど。では。はは、ではいい空気のまま次の依頼へ移ろう。製薬会社役員からだ。これ九条さんでは？歯磨き粉を最後まで使い切る方法があるらしいが、どうするのかを教えてほしい。結構庶民派なご依頼だね。全部出し切る方法ですか？それを庶民に聞きに来たと。
ああ、ぜひともこの謎の解明にお嬢さんの力を貸してくれ。いいように言ってるけど庶民扱いされてるね。わかりました。ご期待に添えるかわかりませんが、精一杯やらせていただきます。頼む。期待しているぞ。では早速やってみますね。有名なのは割り箸を使う方法です。チューブを挟んで固定して、あ、この割り箸を結衣さんが盗んだとして、それがあの鑑定団の方に向かっていたとしたら、九条さんの手元に行ってるとしたら、エモい展開じゃない？被害者誰もいないっていう感じになるし。力いっぱいスライドさせます。残っていないはずのチューブから1回分が。あとは口の反対側を切って、直接中身をブラシで取れば綺麗に最後まで使えます。すごいな。なるほど、見事だ。まあ、あとは空気いっぱい入れて、で頭の方を持ってっていうかね、それで振ればだいぶ出やすくなるとか、いろいろあるよね、生活の知恵って言ってくれてるけど。へえ、生活の知恵ってやつだな。身の回りのものをどう使うかの発想が面白かった。いいんじゃない。わざわざ切り開いて丁寧に残りを集めていたのも使い切るっていう執念を感じたよね。まあ、ちなみにチューブ絞りという専用の道具も発売されているそうだ。あ、そんなのもあるんだ。ふん、あれ、所長震えてるみたいだけど、また感動して泣いちゃった？じゃないでしょうね。そんなわけないでしょって分かった上で嫌味ったらしく言ってたんだもんね。ふん、貧乏臭すぎて呆れてんの。次こういう依頼持ってきたら承知しないから。いや、庶民に向けて番組やらないとね、セレブ層どれだけいるんだっていう話になるし。探偵レベルスクープでは皆様のご依頼をお待ちしております。というわけでお送りしたスタンドマイ TV 公式ホームページも見ておきましょう。4月1日限定の企画なのにね、毎年これだけ充実していてほんとすごいよね。で、このホームページに記載されていた番組表から一部この動画でも紹介させてもらったところもあったんだけれども、こうやってスクロールしていくと作り込まれていてね、まずイントロダクション、スタンドマイ TV 放送開始、ドラマや映画、ニュースからバラエティまで彼らと一緒にバリエーション豊かな番組を24時間お届け、笑いあり涙ありな1日だけの特別プログラムをお見逃しなく、ハートとなっておりまして、で放送中の番組っていうのも紹介されていてね、最後にご紹介した探偵レベルスクープっていうのが現在放映中だよっていう感じで、でこれリアルタイムで見られなかった人っていうのもおそらくいらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、その救世主の動画に慣れていたら嬉しいなといったところです。で番組表、スタテレビ、そして MYMYMSMH とそれぞれあってね、でこの番組表がまた面白くってね、今回紹介した番組っていうのはごく一部だったんだよっていう体になっているんだよね。ニュースせよどっかで聞いたことあるなっていうタイトルのものもあったりだとか、まあ他にもね、朝なんです、昼じゃないんだね、ゆい散歩、モチーフがわかるような、続きの部屋、徹子さんかなっていう感じもするけど青ぴょん120分クッキング、3分じゃないんだねそれぞれあって、で宝生動物王国とかね、ご紹介できたものも混ざっていたりだとか、でね、成瀬明のニュースそうだったのねとか、サブキャラクターもこういうところでね救われているところもまたポイントだなと。ようにも奇妙な物語、これタイトル最高だったよね。ロゴまでこうやって作り込まれていてさ、いや最高でした。で他の曲っていうのもそれぞれあってね、これはどうスクロールしていけばいいのかな、失礼しました、一番上までスクロールするとタップで切り替えられる仕様でした。 MYMYM、 こちらもね番組表を見ていこうかと思うんだけど、まあそれぞれ番組名工夫されていてね、まあおはようスタマイなんかは普通だけど、おまわりさんと一緒、お母さんじゃないんだなとかね、清の学べる医学、進藤先生お医者さんだからね。でこれよ、家事情報ライブ宮瀬屋、本家に怒られないでも最高、宮瀬屋カタカナっていうね。で、動画の中でもご紹介した鑑定団だったりだとか、マトリンジャー戦隊ものもあったり、この時間なんだっていうところはちょっと気になるけどね、日曜の朝とかじゃないんだね、夏希くんは喜びそうだけど。
で、セレブが果てまで一滴油。もう一滴油って言っちゃってるけどね。もう完全にそれそのものっていうところ。で、最後にお送りした探偵レベルスクープがありましたよと。で、もう一個見ていこうか。三つ目の放送局、SMH。TBS 的な感じかなと思いきや、そうとも限んない感じでね、朝まで生討論、テレ朝な感じするよね。まあそういう元ネタも気になるところだし、囲碁将棋とか普通の番組もあったりして、マスタマイショッピングとかあるんだけど、注目これ、連続テレビ小説しばちゃん、しば修介さん脇役までスポット当たっていてね、これたまんないよね。 NHK 感たまんないけどね。そして高尾様のブランチ、最初に紹介したやつね、ヒーローズ格付けチェック、これもなんか元ネタあるね。いろいろあるよ。で、続き5点、踊るヒット賞誰だったんでしょう。そして、アキちゃんに叱られる、これ神楽さんね。チコちゃん的なポジションなんでしょう。で、土曜劇場スタンドマイヒーローズっていうのが締めの番組になってます。このスタマイアニメ化もされているので、もしよかったらそちらもご覧ください。そんな感じで今回はお送りしましたが、基本的には男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者としてやらせてもらっています。おかげさまで乙女ゲーム実況で Google 検索1位にもなれたし、その恩返しの思いを込めて今後も実況していきます。もしよかったら高評価とチャンネル登録をいただけたら嬉しいです。いつもご覧いただいている方やコメントをくださっている方もご視聴ありがとうございました。過去のエイプリルフール企画実況も再生リスト化してあるので、まあ、昔の動画はマイクもしょぼかったり、俺自身もしょぼかったり、恥ずかしいところもあるんだけど、ぜひご覧ください。それではまた次回も何らかの動画でお待ちしております。